はいどうもゴーゴー TV の、GO、です今回は商品紹介とか商品レビューとかそういうものではないんですけど、今回こちらの2つの商品のことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、こちらの2つの商品、なんと新品未開封でお値段がこちら299円で、こちらも299円ですね。まあ、税別なんですけど、税込みになると645円なんですけど、これ当時あの新品で買いますと2500円。 でこちらが当時新品で買いますと3,800円というまあものなんですけどこちらの2つのおもちゃなんですけどこちらはおおもちゃ屋さんの倉庫ってていうお店で購入してまいりましままりた。まあ、結構あの全国、まあ、全国ってほどではないとは思うんですけど、まあ、割とあの全国各地いろんなところにまああの店舗を構えてるおもちゃ屋さんみたいで。 最新のおもちゃも取り扱っておりますしまあこのような感じでえと結構古いおもちゃの新品の未開封品なんかも取り扱っているおもちゃ屋さんなんですけど30%オフから大体93%だったかなとりあえず僕一周お店の中ぐるっと回ってみたんですけど僕が行った店舗は93%が最大オフでしたね。というような感じでまあこういった感じであの新品未開封のおもちゃがまあこのような感じでかなり激安で買えるっていう今お店なんですけども。 僕はちょうど1ヶ月ぐらい前にたまたま行ったところにその店舗があって、まあ、ちょっとおもちゃ屋さんあるんで、中入ってみようと思った時に、なんかすごい古いやつとかもあって、あ、これめちゃくちゃ安いなと思って、その時にまにこのお店を知ったんですけども、今回はずっと前々から気になっておりました、こちらの仮面ライダーウィザードのデラックスドラゴタイマーも売ってましたし、あとこちらのバイオレットゴーレム。まあ、このプラモンスターーシリーズは 巻いたときはまだ3、4種類ぐらいあったんですけど、今回はもうこのバイオレットゴーレムが、もう本当、1個あの在庫があっただけで、早いもん勝ちみたいな感じで、段ボールにポンと置かれてたんで、もうそこをあの手に取って買ってきた感じなんですけども、本当に安いんですよね。あと、他の種類の,あのおもちゃで言いますと、まあ、スーパー戦隊ものとかもありますね。あの1個前のュウオージャーとか、9レンジャーのおもちゃとかも売ってますし。 あと、恐竜ーとかも確かありましたね。あと、ニンニンジャーとかもありましたし、とりあえずスーパー戦隊で見たのはそれぐらいかな。あと、なんか、あれですね、豪快邪とかのやつもあったと思います。まあ、変身系のアイテムは売ってなかったですけど、あのロボットとか、ああいう系統のものの、あのものは売っておりました。であとは、まあ、トミカとか、まあ、妖怪ウォッチとか。 あと、ベイブレードとかも売っておりましたし、あと、ジクソーパズルとかも売ってますし、小さいお子さん向けでありますと、アンパンマンとか、あと、2人はプリキュアとかもありましたし、あとは、そんなもんかな <laughs> 覚えてる限りではそんなもんですけど、大体、おもちゃ屋で売ってるようなおもちゃは大体あると思います。ただ、やっぱり2、3年前のものとかもあの新品で売っておりますんで。 まあやっっぱそういいいいいたものは非常にいいんじゃないかなかと思いますちなみに仮面ライダーは仮面ライダーゴーストと仮面ライダードライブもありましたねあとフィギュアーツなんかも売っておりましたんで結構あのフィギュア買いそびれたとかいう方でも割と安く手に入るでいいんじゃないかなと思いますで、まあ、ちなみになんですけどあの値段の表記の仕方がこちらのバイオレットゴーレムには一応値札がついておるんですけど、まあ、こういった感じで上がその定価で下がこの販売価格っていう まあ要はこれだけの値段のものがこの値段で買えますよっていうような感じでこうなんか定価が書いてあるんで分かりやすいんですよね。で割とこう <laughs> 箱の方はまあまあ結構やっぱ古いものであるんでまボコボコなんですけどまあそういうのはあんま気にしないよって方とかあと数いっぱいあるやつならこの箱一番いいものとか選んでくることもできるんでまあそういった面ではいいんじゃないかなと思います。ちょっとこちらのドラゴンタイマーの方は あの値札が貼られてないんですけど一応裏にこのバーコード部分に3800って書いてあってまあ要は当時3800円でしたよってんででまあこちらも299円なんで非常にお得ですね2つ足したら2500と3800なんで約6300円ですねまあ税抜きで6300円のものが今回はこの 一応レシートもお見せしたいと思うんですけど、おもちゃ屋さんの倉庫。ということで、このバイオレットゴーレム、299円。で、マリウブレスのデラックスドラゴタイマー、299円と。598円の税足して、645円が、645円でですね、645円で買えます。はい。なんで、まあ、約当時買っておりますと、 6300円のものが、まあ、約10分の1の値段で買えるってことなんで非常にお得なおもちゃ屋さんの倉庫ですね、まあ、また一応こちらのおもちゃ屋さんの倉庫の URL の方は概要欄の方に貼らしていただきます、まあ、気になった方はあのもしお近くにあれば一回まあゴールデンウィークってこともありますんで、まあ、ぜひ立ち寄っていろんなおもちゃをまあ買ったりとか、まあ、見るだけでも結構楽しいんで、まあ、見に行ったりしてみたらどうでしょうか 一応あのおもちゃ以外にもまあ食玩とかまあそういうあのウエハースにあのカード入ってるものとかそういったもののまあ食玩的なものも置いてありますし入浴剤とかも置いてありますんでまあ家族で行っても楽しめますしおもちゃ好きな方がこう見に行っても楽しめると思いますんでぜひ気になった方はまあお近くのおもちゃ屋さんの倉庫で行っていろいろなものを見てまあ気に入ったものがあれば購入してみてはどうでしょうか。 でですね、こちらの「バイオレット・ゴーレム」とこちらの「マリウブレス・デラックス・ドラゴタイマー」の方はまた開封して遊んでみた動画をアップしていきたいなと思っておりますんでまた動画アップしたらよろしくお願いいたしますでは今回もご視聴ありがとうございました